わかりました。大丈夫ですかすす。すみませんね。<で>この番組は痛み解剖院グランツの石川がお届けします。 はいえー、ラジオを聞きの皆さん、こんこにちは、えっと。本日はですねあの、えっと、こちらの、ね、ラジオ局の方がもうと,ところどころで宣伝してくださったと思うんですけども今週の土曜日ですね、明日ですね、えっと、無料体験無料相談会というのを開催することになりました、えっと、場所はですけども決定しまして YouTube の動画に、ね、一応上げてはいたんですけども2時から午後時 からのの部はギノワン市の海浜公園トロピカルビーチの方ですねあのよくバーベキューとかされるところがあるんですけどもわかるかなちょっとあのヨットハーバーじゃなくてヨットが置いてるところ側の本当に角の芝生で。 行うことにしました <laughs> それちょっとねあの前回も場所変更しちゃったりとかしたのでも場所変更しなくても大丈夫なようにそこを選んでおりましたあの選びましたしこの度ちょっと横断幕みたいなものも作ったのでそれを掲げておりますので多分分かると思いますもうあのトロピカルビーチの角の方ですねヨットが置かれているところ側のあの えっと、海浜公園の後ろ側にあるんですけどもね、あのー、コンベンションセンターですねそこで午後2時から開催いたします、えっと、天気の方がね今日すごくいい天気なんですが明日ちょっと冷え込むみたいなのでちょっとね、あのー、その冷え込み対策の方もお伝えしますそして夜の部ですね夜の7時からこちらは牧港にあります私が毎週火曜日と土曜日使わせていただいているリハーサルサロンエンシアっていうところに で開催しますあのメディカルプラザ牧湊っていう6都成形さんが入っているコープさんとかミョンドンさんがある通りがあるんですよ。あの高速の方に上がっていく道なんですけども、うん、そちらの,あの行くところの。 あのあのメディカルプラザ牧港さんと同じ敷地内にローソンがありますのでそちらの前に止めて大丈夫ですのでそのローソンさんの方にあるピンクの3階建ての建物があるんですねそちらの2階になります信号機側の方になりまして本当にメディカルプラザ牧港さんと同じ敷地内にあるんですがあのメディカルプラザ牧港さんの方ではなくてあの真ん中にローソンさんを挟んで あの信号機側の方ですね、そちらにピンクい建物がありますので、そちらの2階で行っていき,きます、そちらは夜7時からですね。ですので、明日1月26日の土曜日ですね、一部が2時から、えー、ギノマン市海浜公園のトロピカルビーチ、角の芝生のところで、で、えー、夕方7時からは、牧、まあ、港にありますリハ,リハーサルサロン、エンシアの方ですね。 ですので、ちょっと詳細がもし分からなかったり、場所が分かりにくかったりするんでありましたら、電話していただければと思います。えー、電話番号の方ですが、090-6773-9200。090-6773-9200です。施術中は電話に出れませんが、必ず折り返しますので、ぜひともこの機会にね、お越しいただければと思います。でそちらで何をするかといいますと、 今、皆さん、来ていただいた方でもいいですが、痛みの場所はどこから来てるのか、なぜそこが痛むのか、どうすればいいのか、あと一番のポイントが、運動ですね、予防法の運動。これ、私も前々から伝えてるし、前々からね、何とかして伝えなければと思っているのが、 抽象的ですすよね皆さんわかります運動しましょうとか筋力が落ちないようにだったに筋トレしましょうっていうけどもどういう運動法が自分の今の状況に合っているかっていうことをほとんどの人は知らないそして私の利用者さんもねやっぱり私のあれ視点が合うのかあの私視点になっていろいろ学ぶんで知識も分かってくるので私視点になって先生が言うようにねいろんなね あの学校して歩いてる人がいてね見ててなんかもういたたまれなくてかわいそうでああいうことを言ってたんだ自分もあんな風だったんだって思うぐらいきつそうに歩いてるっていうんですよ本当にそうなんですねウォーキングした方がいい要は運動した方がいいイコールウォーキングとかで筋トレした方がいいってことで胸の筋肉が落ちてるとか足の筋肉が落ちてると思っている人のほとんどが筋肉が落ちてるのではなくて縮,、ま、縮んでるんですよ硬くなってるんですね だからいやブヨブヨしてほらもう筋肉ないじゃないのって言うけどもそれはあの乾燥梅干しのように筋肉が硬くなってしぼんでしまってるもしくはパンパンに張ってしまってあの骨,に骨のような感じで硬くなってて脂肪がブヨブヨしてるんですよ。それを結構皆さん知らないで男性で多いのが胸の筋肉ですね。 昔は結構胸の筋肉あったのにないから筋トレしないとってダンベル持ったりやって余計に五十肩になったり余計に痛くなったり腰痛になったりあと私の利用者さんで言ったのがあの体が硬くならないようにっていう開脚ですねその開脚も間違ってる開脚なんですよ世間一般で行われているものはそれがなぜかというとやっぱり西洋医学が見逃してきた領域筋肉筋膜結合組織それを全く見ていない時代が長かった 内臓とか病気とかに特化していればよかったから骨と内臓と血管しか見ませんよね血液とかだから病院に行っても痛いけども原因あの異常はありませんとかいろんな手術をしたり薬飲んでも良くならない改善しないもしくはまだ全然残っているそういう矛盾ですねだから必ずしもそういった運動法がすべて悪いっていうわけではなくてそういった歪みや痛みがある方 一人一人全然違いますからその時その時に合った運動法をしないとせっかく使っているところまで使えなくなってしまうそういったこともお伝えしようと思ってますだからちょっとね前置きが長くなりましたが痛みの原因がどこから来ているのかもしくはその痛みがどうして起こっているのかじゃあどうすれば予防できるのかそしてそういった時に運動するにはどの運動がいいのか。 そういったものなどをねちょっともっと具体的にお伝えできればと思っていますそしてねあの実は今こ,この度来週の水曜日ですかねその来週の水曜日の1月30日だったかなは元部長の方たちのために名護市の21世紀の森公園で午後2時から開催することにしました だからこの辺でしたらね多分宜野湾の海浜公演が近いと思いますけどもまたまたまラジオを聴いてたのが名護の方だったりする場合もあるかもしれないのでお伝えしますけども来週の水曜日ですね1月30日は。 えっと、21世紀の森公園で行うことにしましたので詳細はまた連絡先電話番号でもおかけになっていただければと思います。電話番号ですそして先ほど言ったね寒さ対策明日ちょっとなんか冷え込むそうなので冷え込みのようなので私が利用者様にお伝えしてるんですけどもいつも使ってるアプリであのお伝えしますがねこれ皆さん見えますか分かりますか これ筋肉をとって骨と内臓肝臓と胃だけなんですけども緑のマークあり、ま、見えますか緑のマーク肋骨脇腹の方なんですよそこ,こに春北海道ですこれね私だが天気予報のお姉さんとかでもよくね投稿したくなるのが首とか背中に貼ってもね余計寒くなるんですよそこは暖かくなりますよだけども余計に周りの風が当たるもしくは冷える場所とかが 温暖さが出てしまうために余計寒くなるんですねだから北海道をあっちこっちに張らないとずっと寒いとか皆さん背中に張っても首に張っても寒いからって手に持ったりとかあったかいドリンク飲んだりしてませんか、まあ、人によってはね体の巡りが悪くてあまり効果が感じられない方も中にはいるかもしれませんで特に首を手術した人猫背の人ですねそういった方たちはちょっと厳しいかもしれませんがなぜこの肝臓のところ に貼るかと言いますと、ここですね。まさしく肝臓のとこなんですよ。脇腹、私の体で言うとわかるかな？ここですね。本当にね。横っ腹です。横です。横です。前の方に来てしまったら、胃を温めたら胃が痛くなります。なぜ、この肝臓のと、この脇腹の横なのか、肋骨の下の方なのかというと肝臓という臓器は血液を作る臓器なんですね。 だから血液の体の中血液から温めた血液を全身に送るので手先足先まで温かくなるんですねだから過去にも卒業した方の80代の女性2人でしたけどもねもう指,指先足先がもう常に冷たくて足の,足の裏とか室内履きにもホッカイロを貼ったりあったかい靴下を巻いたりとかねやってても全然良くならないひどい人はね指先足先色が変わるぐらい冷え症の方も治りました だこればかりはね私はこの利用者さんは皆さん、水の流れ、呼吸とかも教えながら体の流れも巡りも良くしていくので卒業できるという形にもちろんなりますのでみな皆さんにね今お伝えしてみんながみんな効果が実感できるかはちょっとわからないですけどもまだ首や腰に貼るよりもこの肝臓血液を作る臓器に貼った方が温めた血液が全身に巡るので温かくなります芯までただお水をこまめに取らないと軽い熱中症みたいな感じになりますね。なぜなら 血管が開くんですね。暖かくなるので、血液を温めるので、血管が開いて循環がすごく良くなります。なのに、お水の量が足りなかったら、ドキド,ドキドキするんですよ。だから、これはかなり注意です。だからも、もともと心臓が悪いとかね、あの脈が速い、血圧がもともと高いっていう人は、やめた方がいいです。だから、いろんな人によって、向き不向きがあるんですね。そういったね、運動法、いろんなね、細かいこととかもね、あとこういったこの、 これを持っていって、体の仕組み、痛みの場所、原因、腕を動かすにはどれだけの筋肉が使われている。で、なぜ肩が痛いのにたまに背中が痛くなるのかとかね、膝が痛いのになぜ痛みの場所は膝にないっていうのかということをお伝えしようと思ってます。はい、ちょっとじゃあ,あの長くなりましたが、ここでまたね、曲を一曲お伝えあ、お聞きしていただこうと思います。本日はですね、 皆さんに当てはまる歌詞で私もね結構好きでちょっとぎりぎりまでねあの自分ロックにしようか悩んだんですがあのワンオークロックで未、ね「未完成みせん成交響曲」ですよね交響曲ですね。<laughs> 逆転じゃない子。逆転つけるのは他転ない僕自信だ。それか人だっていいんだ。人は人の姿になる。たった一瞬で咲く時だって笑って生きてるんだ。素直に。<laughs> つめてる景色も終わりはしないこときだい僕もわかっちゃいるけど当たり障りのない日々が当たり障りのある日々へ帰れる何かを僕らここから渡かってきてるでもきれいごとはない今日はぼくはそをこで入いなとでかい から「愛せに向かってただ大声で叫んでそっと同時に僕も自分の言葉で自分を奮い立たせる」 違っ,たっていいじゃん機しかないじゃん俺の人生だ言いたいことはやりたいことはんだ伝えたいことや届けたいものは今それぞれ違ってだからこそこの世にい はいワンオクロックで、えー、と未完成公共曲でしたこの歌詞はね本当に私もすごい好きであの間違ったっていいじゃん1回しかないじゃん自分の人生だ己の人生だだからですね本当にその通りでねあの見逃してきた領域とかね今まで良かれと思ってやってきた運動法ですとかねすごくね悔しいとかなんでじゃ間違ってたわけって思うんじゃなくって。 もうそれはそれでも終わったことだし過去は変えられない未来は変えられるんですねだから知ってるのと知らないとでは全然良くも悪くもあの方向性も全然違ってきますのでぜひともねこの度の無料体験にて知っていただければと思いますのであのあのお越しください えっと明日ですね1月26日の土曜日今日聞いたって方はねちょっとえーと思うかもしれませんがねもう本当申し訳ないですけども1月26日土曜日ですね午後2時と夜の7時の部がありますえっと午後2時の分はギノアン市の海浜公園のトロピカルビーチですねあのバーベキュー台とかが置いてある芝生の角に 横断幕痛み解放院グランツという横断幕を掲げてお待ちしてますので温かい格好をして敷物を持参でで,できれば先ほどの肝臓に北海道ですね貼ってお越しくださいもし場所がよく分かんないとかであれば貼る北海道を持参していただければ教えますのでそして、えっと、夜の部7時からですね牧港にあります、えっと、リハーサルサロンンシ屋さん ですね、検索すれば出てくると思いますのでピンクの建物3階建てのピンクの建物の2階になります。はい、よろししくお願いいたしますで先ほど言った、ね、体の状況ですけども特に、ね、お伝えしようと思っているのは腰痛なんですけどもほとんどの方が腰痛腰の痛みが持っているのでただ人によってこの腰痛腰の痛みが起こる原因が全然違うんですね。それは以前もお話ししたように立ち仕事が多い人。 座,ってる仕事が座る仕事デスクワークが多い人重たいものを運ぶのが多い人運転とか移動が多い人によってまた全然原因が違ってきますだから一人一人のね話をしっかりと聞いた上でどこが原因なのかっていうことをねまた探していくっていう作業じゃないとできないものですから今日はちょっとね結構最近周りでよく聞かれる膝の痛みそして膝はね膝には痛みがないっていう結果ですね,皆さんよくねあの 小池なんですが軟骨と軟骨がすり減ってるから痛いんだとか骨と骨がぶつかり合ってるから痛いですとかこれは、ね、本当に苦し紛れですねなぜなら先生方は別に嘘ついてるわけじゃない見なくていい時代が長かった上に何度もお伝えしているように日本の医療というのは診断を下さないとお薬も出せないし次の患者さんにも回せないそして大きな病院になればなるほどあの上下関係が大きくていつまで1人の患者に時間かけてるんだ っていう厳しい世界でもあります。ですので、何とかしてあの診断をつけて次の患者さんを見ないといけないっていう話今の現状でもありますけどもね、軟骨にも神あの骨,骨にも神経細胞はないんですね。痛みが出る原因ではないんですね。その痛みの原因は何かというと何度もお伝えしている筋膜筋肉結合組織でこの筋膜も一概に筋膜って言ってますが正確には骨膜 筋膜関節包とかいろんな部位によってあのついてる場所によって全然違ってきますですが専門的な用語をいっぱい並べては頭がごっちゃになってしまうので筋膜ってまとめてるんですねだから骨にも筋肉にも内臓にも血管にも神経にも人体にも腱にもすべて鶏肉の皮と身の間にあるラップのような膜がある それを総称してて筋膜と言ってる。それらの滑走が悪くなったことによって癒着を起こして痛くなってるで前もお伝えしたように膝とか足首が腫れる理由あの聞いてる初めて聞く人もいるかもしれませんが関節包っていう水袋みたいなのが関節には必ずあるんですね肩にもあります。あの 肘ととかねねあと膝足首です、ね、で特に重心がかかる地球には重力がありますのでそのために筋肉が硬くなったりもしくは滑走が悪くなって癒着を起こしたがためにこの滑りが悪いでも脳が体を動かすために膝を曲げなきゃいけない歩かなきゃいけないっていう動作を作るがためにこの滑走が悪くなって本来ならばこうやって膝を曲げるっていう動きが行われるのが 動かない、硬くなってしまって動けないためにこの膝の関節についている関節包っていう水袋があるんですねそれから水が出て潤滑油みたいにこの滑走が悪いところにつけることによって曲げてるんですよだからよく膝が腫れませんかそのの腫れれれた膝の水を病院で抜いてませんか。これはもう本当に体に体すれば、 拷問なんですねせっかく曲げれるように潤滑油を出して曲げてるっていう,う動作を作ってるのに見た目だけで痛みた痛いだ痛いからっていうだけでその潤滑油を抜いてしまってる結果痛くなって手術をする下でも手術をしても良くならないなぜならこの膝が骨が原因じゃないからっていうこの結果なんですね。もう恐ろしいいいぐらいそういった方が多いです だから私はそのためにラジオでもこんなふうにお伝えしてますし定期的にこの無料体験も行っています去年はちょっとね回数が少なかったし私もちょっと宮古に毎週行ってたんですけどもちょっと無事宮古の方たちが皆さん卒業されたので水曜日が時間が空いたもんですから今年からは積極的にね無料体験とか無料相談会とかね正しい運動法ですとかね本当に行っていこうと思いますだから一概にねラジオ体操とか百歳体操が悪いんじゃないんですよ 体に歪みがある、痛みがあるっていう、その人その人には今は不向きっていうだけなんですね。だから本当に病院の先生や医療を否定するわけでも、今の運動法、ウォーキング、もしくはこのラジオ体操、100歳体操とかを否定するんじゃないんですね。この体の歪みや痛みがある今のあなたにとっては向いていないっていうだけなんですよ。だから私は、実は去年、去年 おととしか、もうおととしなんですね。おととしまで、実は私、もうカミングアウトしますが、宜野湾市役所の介護長寿課にいました。<laughs> そちらでね、百歳体操のことを知って、見て、かなり衝撃を受けました。これで私は、これまずいと思って、この度こんな風に開業してるんですね。だから、百歳体操も体に歪みも何もない状況であれば、もちろん素晴らしいですよ。でも、どうでしょう、皆さん。 ほとんどの方が痛みを抱えている、もしくは痛みやしびれもないとしても、なんか重だるい、歪みを、あの体の、ね、不調を訴えている重だるさ、もしくは前はできたことができなくなっているとかね、そういったものですね。だからそういう人たちがもう筋力が落ちるんじゃないか、体力が落ちたらいけないってことで、参加されてて、私はこれはまずいと思ったんですね。だから必ずしも、あのもの、あれもあれがダメとか悪いじゃないです。その 体の状況に合った運動法をしないとせっかく使えてるものも使えなくなってしまうということですね。はいですからそういったこともお伝えできればと思いますね。だから膝なんですが、もうおりますね。膝なんですが、大体いいこのね、足の膝でだで大体直筋っていうこの青く光ってるところが原因です。この筋肉はどういうふうに作用してるかといいますとこんなふうに足についてるんですね。見えるかなこんな感じですね。足なんですが。で、動きはどうなってるかというと。 こんなあれちょっっと待ってすいません失礼しましまた動きはどうなっているかといいますとこんなふうにね筋肉が伸びたり縮んだりして足は曲げてるんですねほら分かりますかだから筋肉が硬くなることで 曲げることができないから、結果膝に痛みが出ているだけであって、本来痛みのもとはこの筋肉が硬くなっているがために、もしくは血管のけ、あの血管膜とかですね。骨膜とかが硬くなっているがために滑走が悪くなって、それで曲がらない曲がりづらい痛みが出るということが起こってます。このようにね。ま終わりですね。このアプリを使って皆さんにね。分かりやすくお伝えしようと思いますので、ぜひとも今週土曜日。 お越しください、えー、っともう一度お,あのお伝えしますが、明日1月26日の土曜日午後2時から、宜野湾市海浜公園のトロピカルビーチ、えっと、バーベキューとかするところの芝生川の角に横断幕、痛み海放院グランツという横断幕を掲げてお待ちしています。そして夜の部は19時から、午後7時からですね、牧港の,あのコープとかミョンドンさんがあるね。 メディカルプラザマキメナトっていうロクト整形さんが入っているところと同じ敷地内にあるローソンを挟んだピンクの建物3階建ての2階にて行い,たし行います。リハーサルサロンエンシアといいます。お問い合わせは090-6773-9200。090-6773-9200。 ぜひともこの機会に今のあなたの状況に合った運動法痛みの原因予防法をお伝えできればと思います最後までご視聴くださりありがとうございましたお相手は痛み解放イングランツの石川でした早口になっちゃいましたね、はい、<laughs> どうしても早口だろうなそうなんですよねまいった。 曲を入れたらあっという間だ。早いですよ曲早いねあっという間だ。うん、でも聞き取りました大丈夫でした？は大丈夫です大丈夫です？

体操は衝撃でしたから、ね、<ー>これちょっと余計寝たきり増えるぞと思いましたからね本当に体操なのに体操なのに,なのにいや,いや受けてる人たちがあっちこっち痛みがあったり腫れてる人もいるからん<ー>これが何,の前何ともない健康体だったらもちろんいいんですよ<ー>でもほとんどの人がやっぱり何らかしらの原因を抱えてるのでその予防で参加してたのが目立ってたもんですから<ー>これまずいだろうって本当に思ったんでん ありがとうございます。